助滝別邸佐滝本店、別邸は1924年に種類雑貨商の店舗及び住居別邸として青森県三戸町に建設されたもので現在も店舗、住居として使用されている。助滝本店は1997年に、助滝別邸は2000年に国の登録有形文化財となっている。スケ本店1924年に建設された つけた基本店は1885年に主に種類を取り扱う雑貨商として創業しており当時の店舗は八角形の暴露を有する偽用風建築だったと言われているが1922年に発生した三個体化により旧店舗が消失したことから大化建築として鉄筋コンクリートを用いることにして建築された外観は大正期に 日本国内で流行していたセセッション様式となっており、特に正面右側の主老風バルコニーが印象的な建物となっている。また、1階店舗部分の天井高さが約4.5メートルあり、カウンターが備え付けられ、階段や梁、天井縁の装飾など、全体的に銀行風のデザインをモチーフにしたと言われている。同年に建設されたスケタキベッテは、店舗とは、 様相が異なり、当時ドイツで流行していた建築様式をもとにしたデザインとなっている洋風部分とスキア作りの和風部分の和洋を設中建物である。特に八角形3階建てにドーム屋根のボーロや妻、玄関ビサシの衣装、1階のステンドガラスが印象的となっている。当館は1921年から着工していたものの翌年の大火による 本店消失を受けて、本店再建と並行して工事が進められ、本店と一緒に竣工に至っている。両建物とも、設計、施行、堀江佐吉が起こした堀江組が受け負っており、佐吉の無償である堀江金蔵が主となって設計されている。家具や、調度品もよく保存されているほか、両建物と同時期に施行された門を呼び、閉、 旧店舗時代から受け継がれている文蔵庫、土蔵も国の登録有形文化財となっている。なお、スケタキ本店は、青森県内に現存する、最も古い鉄筋コンクリート建築物でもある。ありがとうございます。